こんにちは、キム・ソンナンです。今日からまた新しい動画コンテンツを始めたいと思います。名前は一応今のところキム・ソンナン V っていう名前にしています。 V で気づいてる方もいるかと思うんですけれども、Vlog の V です。ブログがビデオバージョン、ビデオバージョンになっているのが Vlog です。いきなり何 Vlog っていう方もいるかと思うんですけれども、まず一つは自分の日常を記録したいっていうことですね。自分がどんなものを見ているか。今日は何をしているか。今日はどんな気持ち、気持ちじゃない、どんな気持ちだったのかということを記録したかったので Vlog をしたいと思っていました。もう一つの理由は自分の日常をこれを見ている方と共有したいなっていうところですね。この動画を見ている方は、みんなはではないとは思うんですけれども、韓国のことだったり、ダンスのことだったり、自分が少しは得意な分野、自分が経験してきた分野をに興味を持っている方も結構いると思います。それを自分の映像以外にも言葉とかでも共有をしたいなと思いまして、こういった喋りの入ったVlog を作りたいと思います。たくさんコメントしてくださるともっと共有ができると思うので、ぜひコメント残してくださいね。最後の理由としてはやっぱり学びです。私って新しいことを学ぶのがすごく好きなんですよね。大学でもメディアを勉強したんですけれども、本格的にこう映像をしっかり編集するってところはまだ弱いところがあったので、この Vlog をきっかけにもっといい動画の制作を学びたいなと思いまして、この Vlog 動画を始めました。まだまだこの Vlog 動画は初心者に近い、本当ビギナーなんですけれども、今後日常、もちろん会社も通いながらこう動画を撮って編集をして、結構大変な部分も結構あるとは思うんですけれども、いっぱい作っていきたいと思いますので、ぜひ興味を持って、時間がある時にはぜひキム・ソンナン賞チェックをしてください。